まあ、既存の患者さんも新患者さんも自分が一番見たいですよね。で新人の中ではダントツ一番なりたいし、まあ、治療する上では先輩後輩関係なく自分が一番多く数をこなして、まあ、一人でも多くの患者さんを楽にさせてあげたい、今そういう気持ちで白衣を着ています。いやね、あいつね、やっぱね、治療に入りたいって思いすごい強いんですよね。誰よりも一人でも多く見たいっていうのはやっぱ新人の中ではあるなとは思いますね。やっぱ熱意がすごいです。間違いなくここの半年1年でワープしてますね。岡田先生は入社した時はもう本当何もできなかったんですよ。もう本当ブラ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 こう院の中をフラフラしてるだけで、患者さん治療に入ったらクレームは来るし、なんか本当できんのかなって思ったんですね。それが時間を経つにつれて経験がどん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 増えていくにつれて、めちゃめちゃなんか信頼できる先生だったんですね。で今では、まあ、患者さんの紹介ももらえるし、で何よりも勉強熱心なんですよね。定期的に勉強会開いても本当逐一メモ取るし質問もしてくるし、それが今の彼の成長のワンアップにつながってるんじゃないかなと、そういうふうに思います。あなたの成長を熱烈サポートする夢高接骨院富山院。夢高に足を運んで来てくださった患者さんを良くしようと一生懸命一生懸命治療してるんですよね。でそれで良くなったって言って笑顔で帰ってくれる患者さんが増えてって、店舗も今3店舗しかないんですけども4店舗5店舗と増えてってくれたら、さらに幸せの連鎖がつながってくれると思うんですよね。幸連鎖っていうんですかね、そういったのがどんどんつながってくれるようになってくれれば、いつか全国に幸せの連鎖が続いてくれれば私としてはすごい嬉しいなと思います。夢高接骨院ね、めちゃくちゃ忙しいんですよ。で、まあ、これだけ忙しか北陸でナンバーワンって言ってますけど、まあ、日本一になれるんじゃないかと僕は思いますね。今年で入社5年目に突入し、後輩たちがどんどん成長する姿を間近で見てきて、この会社はもっと大きくなるなと可能性を確信しています。30周年超えていきましょう。あなたの成長を熱烈サポートする夢高接骨院富山院。